Hello everybody and welcome back. We are playing some Yakuza Like a Dragon. And what we're going to do today is, well, we're going to go go-kart racing. We opened it and I have, like, parts, I guess. So I really want to go about, you know, upgrading the cart and getting things taken care of. How many rings do I even have? Oh, none? God, the handling is shit on that. Hell man, I don't know. Yeah, we'll try it. Dude, this is actually a lot of fun. Like, I'm excited to upgrade the cart and all that.
Yeah, that's how you do it. Oh, all right. You missed. Yeah. We got it in the bag, I'll tell you what. It's a good thing I picked handling. Oh no. Oh
Almost there. Damn it. Alright, you still made it. You still made it. You two are. What? Oh. Yeah, I wouldn't mind. I've only got, what, 200? Really? Those are some tight turns. Oh, whatever. Fine. いらっしゃいませ. ありがとうございました. Thank you.
Well, there's no bones about it. I've got to open up the map. What's up this way? Let's see. いけるじゃねえか。うまいね。
What the fuck? Mysterious stone, eh? A beetle. All right, John Paul, George, or Ringo. Oh, so it's only when I'm knocked out.
Oh. Cool. Okay. Okay, we can deal with that. There's more in here you can get your XP from. Yeah.
Okay. Hey, there we go. Alright, cool. That was perfect.
Eh. Take it, we'll just need some time to pass. Let's keep going this way. This. Oh, cool. Let's
just go around. What the fuck are you doing? So you have a Kohini. You know, can I put the Musumiga, Kakinomi to Jivumi no joke? Doskoi! Doskoi! Matoi! Anta Nani at the Dun? Nani te. Mite no Tori. Konoki de Bitskari Geko de Gosu. Nan de Dio. Keko da Anta to one of Smobi or Yareba Idaro. Jivun da te. Yare Monona Yaritais. Demo. Mosolomo de Kine de Gosu. Why? 自分のいる相撲部屋は小さな部屋で、親方と兄弟と自分の3人しかいないんでごわす。稽古の相手はいつも兄弟子だったんですが、兄弟子は他の力士との飲み会に参加した時に、あろうことか一升瓶で頭殴られたんでごわす。一升瓶で？相手は酔っていて覚えていないとか抜かしとりましたが、そのせいで。 兄弟子は病院送り。全治3ヶ月。自分は稽古相手も大切な家族を失ってしまったんでごわす。だから春場所で兄弟子の仇は自分が取る。弔い合戦のため自分はこの木を相手に。鬼徹にあんたの兄弟子死んでねえだろ。あと悪いんだが。 せめて他の木でぶつかり稽古をしちゃもらえねえか。その木はちょっとまずいんだよ。断るでごわす。横浜中の木で試した結果、この木が一番大きくて兄弟子に近い感触だったでごわす。こいつとだったら自分はもっと強くなれる気がするんでごわす。兄弟子どんなやつなんだよ。だから自分の稽古を邪魔する奴は 誰であろうと許さんでごわす。いや、別に稽古を否定するつもりはねえが、この木自分だって稽古を怠けて番付を落とすわけにはいかないんでごわす。どうして？どうしてもやめろというのなら、あんたに稽古相手になってもらうでごわすよ。All right. Well, cool. Watching the whole time. ありがとうございました。 柿の実は
この間は力士がぶつかり稽古していて危うく身が落ちるところだったが。なんだ？ち、風に流されたか。だが今度は外さねえ。その綺麗な柿を吹っ飛ばしてやるぜ。さあ、おもちゃの玉か。でも結構な威力だなこれ。なんだかわからねえが、あの物騒な野郎を止めねえと柿の実が蜂の巣になっちまう。おい、柿を打つのをやめろ。あ、なんだお前。ああ、さっきターゲットの近くで踊ってた野郎か。あれは踊ってたんじゃなくて、お前の流れ玉が当たって痛がってたんだよ。そうか、それはすまなかったな。だがもう大丈夫だ。次こそは必ず柿を仕留める。待て、仕留めんじゃねえ。つかお前、柿なんか打って何がしたいんだよ。別にあの柿に恨みがあるわけじゃない。ちょっと試したかっただけだ。試す？俺は大のミリタリーファンでな。このスナイパーライフルも海外から輸入したもので今日届いたんだ。どうだ、かっこいいだろ。ボルトアクション好きにはたまらねえ一品よ。性能だって本格仕様で文句なしさ。スチール製のシリンダーだから耐久性も抜群。トリガーフィーリングもリアルな再現がされて。とにかくこいつで試し撃ちをしようと思ってよ。ターゲットを探していたらちょうどいいところに柿があってな。ああ、なるほど。それであの柿だが悪いんだけどよ、その狙うやつ変えてもらえねえか。何？あの柿はちょっとまずいんだよ。病気の恩断るね、一流のスナイパーは狙った獲物を変えなどしない。俺はこのつら今日通販で届いたモデルガンだろ。どうしても撃たせたくないなら先にお前をターゲットにしてやるぜ。調査しねえぞ。おい、来た。Falls back down. Oh. Really? Hmm? What sound is that? What is that? Wara ningyo wo kaki no ki? Hmm? Ah! Oi! What are you doing, you? What do I do when I do it? It's your fault! 今は呪うので忙しいんだ。後にしてくれ。いやいやいや、その呪うのを今すぐやめろ。なんでよりにもよってこの木で呪うんだよ。あなたに僕の気持ちなんてわからないですよ。呪ってやるんだ、あの女を。あの女？そう、同じクラスの瞳っていう僕の彼女。お前、自分の彼女を呪ってんの？What? Yeah, what the hell for? あいつ、
僕という彼氏がいるにもかかわらずサッカー部の先輩とチューしやがったんですよ、この木の前で。またよりにもよってな場所でやってくれるぜ。だから僕は呪うんだ、あいつらの思い出の木にこの五寸釘を打ち込んで。待て、彼女に裏切られて辛いのは分かるが、そんなことしても何の解決にもならねえぞ。彼女にも事情があったのかもしれねえし。あなたもあの女の肩を持つんですか。え、どうせ誰も僕の気持ちなんて分からないんだ、みんな。いや、別にそういうわけじゃ。もういい、あの裏切り者の味方をするやつ、まずはてめえだ、このチリチリ頭。 OKAlright, fine. Ah, so close. それでは。 Okay.Wait, I was the first one here. Kaki no mi, nan to ka mochi kotai te wa iru ga, Kanako chan wa dou natta daro ga. Fuji ni shuzutsu ga owatte ru ya iru da. Kasuga-san. Kanako chan no oyaji-san. Kanako chan.どうなったんだ。ちゃんと。え、おい、かなこ、おいで。かなこちゃん、元気になったのか。ええ、窓の外ばかり見て気持ちが沈んでいた娘でしたが、ここ最近は窓を見るたびに笑うようになりまして、無事に手術まで終えて歩けるまでになったんです。そうか、よかったな。それで、かなこがあなたにお礼を言いたいと。俺に？春日さん、ありがとうございました。私のために柿の実を守ってくれて。いや、大したことはしてねえよ。ううん、とっても楽しかった。あなたが柿が落ちないように力士と戦ったり、おもちゃの銃で撃たれたり、五寸釘男を慰めたり、それを見てたら笑えてきちゃって。外の世界は面白いことがたくさんあるんだな、まだ死にたくないなって思ったんです。そうか、頑張った甲斐があったぜ。でも手術しなかったら、もっと面白い春日さんたちの姿を見られるかなって少し思っちゃったけど。おい、勘弁してくれよ。冗談ですよ。いい顔で笑えるようになったな。でも
この木にも感謝しないと。今の私があるのはこの柿のおかげですしね。ええ、そうだね。せっかくだし、あの柿食べてみるか。え、食べちゃうんですか？もう加奈子ちゃんには必要ないもんだろ。それになんかうまそうじゃねえか。実は春日さんが柿食べたくなっただけなんじゃ。バレたか。まあちょっと待ってな。おお、いい感じに売れてそうだな。カラコちゃん、先に食うか。あ、私は後でいいですよ。春日さん食べてください。柿を。そうか、うん、でこれ渋柿だだと思った。そりゃねえよ、カラコちゃん。You got duped. Oh, cool. Alright. Well, we are working at the end of time, so that's going to be the end of this episode. I'm glad to get a sub-story done, and we got started on the Dragon Cart. So the next episode, we're going to make our way back to Dragon Cart now that we have some money to at least buy a ticket in, and then go from there. So I want to thank you all for watching. I appreciate you all, and 1K gang, let's go.